はい、どうもリアル秋葉ボイスのケイタンとマロンです。どうもでどうも、秋葉原ですよ、ここ、はいはいはい、もうね、見渡せば分かる通り秋葉原の中心、ここ現在地、現在地、ここ現在地、うん、エルサール秋葉の近くですね。そう、駅どこだ、ここここ、駅ここここ、電気街口出て、こう行ってこう行って、ここここもう30センチだ。そう、で、今回はですね、この秋葉の、うん、メイドカジノ、メイドカジノ、メイドカジノ、メイドとカジノ、合わせちゃった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 。でね、今回はそのメイドカジノにね、潜入してみようって、うん、そんな企画でございます。はい、それではね、もうすでにお店の、現在地ことして、ここがお店の位置です。メイドカジノのね、秋葉ギルド、はい、行ってみましょうか。こちら、このビルの4階ですね。4階に、あそこです、我々の目的地はあそこです。それでは、行きましょうか。早速、突撃。おお、わあ、もう本当カジノだ。お帰りなさいませよ。カジノが、メイドカジノだ、メイドカジノだよ。リーダーを担当していただく A の14歳、最後ふわふわピヨピヨ、秋葉ギルドのひよっこディーラーほのかです。よろしくお願いします。それと本日、うん、お二人の旅に特別なメイドさんを呼んできました。はい、どうぞおいでおいで。ご主人様お帰りなさい。ピピョンピョンピョン、いつもピョンピョン、胸には愛と平和を、ムラピョンだよ。チュッ、知ってる人だね、完全にね。知ってる人。おっさん何やってん。やべえ、あのここってどんな、こう、まあカジノで見れば分かるんですけど、どんなことをやる、メイドとカジノですね。うん、あんまイメージがね。基本的にはメイドさんがディーラーで、ディーラー、うん、ディーラー、ご主人様がプレイヤー、遊んでいただくっていう感じです。やばい。できるゲームとしては、まあ、カジノゲームじゃないんですけど、大富豪と、大富豪、はい。あとはまあカジノ定番ブラックジャック、ブラックジャック、ジャックブラック、ね。今さね、やってるもんね。ね、うん、バカラ、バカラね、バカラ、出た。戦国バカラ。違う、違う、違う、違ったわ。実はカジノの花形のルーレット。あ、ルーレット、ルーレット、ルーレットね。あとは一番一番大きいステップ、ポーカー。ああ、ああ、名前だけは。まあ、ルールがね、それはなんかあのマロンとかさ、何も知らないでしょ。知らないです、知らないです。そのルールとかが分かんない人って、分かんないオタクはどうしたらいいんですか。ね、一応メイドさんが全て説明するので。あ、教えてくれる、優しく。ちなみにあの、どんな人、お客さんが来るんでしょうか、大体。大学生とか。大学生、大学生来るんだ。とかもアミューズメントなんで、そうかそうか、ゲーセンと同じ感覚で。なるほど、早速ね、ゲームをやっていきたいんだけどもね。本日はブラックジャックというゲームをやろうと思ってまいります。はい、ブラックジャックというゲームはディーラー、私たちのディーラー対主人様のゲームとなっておりまして、21に近いものが勝ちというゲームになります。カスタカードの数が21に近づけているゲームです。21に近い方が勝つので、最初の2枚配られるんですけども、それから21に近づけるために行くのか行かないのかというのを自分で選んでもらいます。はい、なるほど、はい、行くときにはヒットって言ってください。行かない場合はステイ、バン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 、ヒットヒットヒットとして、ヒットとして。さあ、ブラックジャック、なんで震えてんだよお前らよ。緊張してきた。ブラックジャックね、これまあルールもちょっと教えてもらったんで、早速、うん、やりたいと思います。ただまあ書き方なんですけど、はい、この丸いところに10ドルからお好きなことをかけていただいて、はい、とりあえずね、試しだから10から本当にそれでいいのかな。あ、3枚いく、3枚いく、グーッと海外乗りだ。お願いします。よっしゃ、はい、ノーマーベッドでーす。もうノーマーベッドって言われたらかけることもできないし、書くこともできません。ナイスカード、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 ナイスカ
ブラックジャックだ、俺持ってんね。すごいね。持ってんね、俺。一発目だよ。この時点で 1.5 倍の配当が大きいもん。マジかよ。2枚で28人投げで 1.5 倍の配当になる。もう終わった。もう終わった、俺。負けた。もう終わった。え、これで今14から、はい、もう1枚引くのか引かないのか選べます。どうしますか。やるしかないでしょう。引く、引く、ヒット。おー、すげえ。おー、21。嘘でしょ。ブラックジャンプ。ブラックが普通に驚いてるんだよ。すごっ。え、すごくね、ちょっとこれ。すごい。2人ともでしょ。あ、すごいね。え、この場合は、まあ、もう引く人はいないと思うので、ラステージの方が。はい。2浪は17以上になるまでを続けます。11浪でもう1枚引きます。18です。で、18対21。18のため、はい、大丈夫です。3倍だから。うわ、2倍だね。いただきます。なるほど。でも分かりやすかったね。分かりやすかった。シンプルにこれはもう淡々淡々と。そうです。なるほど。じゃあこれあれだよね、まあ、せっかくさゲームもやってるね、うん、やるもんで、まあ、何かしらつけたいよね、あの勝負をするからには。つまり罰ゲーム的なやつでしょ。それのいいよ、もうさ、なんか罰ゲームでいいやつってないですか。罰ゲームですか。うちにメイドオリジナルっていうゲームがあるんです。メイドオリジナル、はい、メイドさんがブレンドして作ってくれるんです。その時に作ってくれるんです。なるほど。でもそれはあの普段は美味しいです。私料理大好き。怖い、これ。勝ったらもうお二人、うん、ね。絶対負けねえ、これ。そうしましょう。そうしましょう。じゃあとりあえずじゃあ勝負をしましょうか。オッケー。じゃあね、我々はチップ10枚ずつ。これを最終的にどっちが多く持って家族の元に帰れるか。あ、そんなに激しいやつ。お母さんの元に帰れるか、うん、いいでしょう。そうしましょう。あ、そう。じゃあブラックジャックで勝負して、負けたら村富ジュース、勝ったら可愛いメイドジュース。よし、負けね。行きましょうか。それでは